9月って目まぐるしく、えー、動かされ変化も、えーねえー、激しかったそんな時期を経て10月の、ね、中旬を迎えましたこの10月はですね宇宙連合が本当に私は毎日アメブロの「ハッピースピリアルライフ」で11時にね夜の11日にはあの11時になるとね宇宙連合のメッセージを伝えているんですけれども今回本当に宇宙連合の「 緊急会議が開いたことのそのメッセージがこの動画にねご縁のある方に伝えるようにねやってきていますのでお伝えしたいと思いますでもしまだチャンネル登録されていない方これからこの当時に向けてすごく大事な重要なターニングポイントっていうのがいくつかあるみたいなんですねこれをこの YouTube でもねお伝えしていきたいと思いますし ブログでは毎日のね流れの中で気づきを与えてくれているこの宇宙連合からのメッセージを伝え続けていますのでよかったらブログも訪問してくださいでは始めましょうどうぞ はい皆さんこんにちは穴口恵子の「ハッピースピリアルライフにようこそいつも YouTube コメントいただいたり本当に応援していただきありがとうございます登録してくださった皆さんもう本当にねあの本当よかったねよかったね,よかったねっていうのは私はもうこの元祖このスピリチュアルレジェンドと言われているので結構もうこの30年にかけてですねスピリチュアル業界を、ね、この世界的につなげてきてそして日本にもね えー、世界のスピリチュアルリーダーたちをつなげる役割をしてきて私自らはレムリアのね魔法学校のね実際に後継ぎというかね伝承された、えー、本当に唯一無二の神官の一人ですで、えーまあ、日本には、えー、たくさんの神官を今、えー、育成していますがレムリアの魔法学校でで、えー、今日宇宙会議の緊急会議が開かれたんですこの、えー、2024年がもう本当にねあとね2か月ちょっとで終わる中そこで えー、今日の緊急会議はこの宇宙にも本当に影響を与えるんです何よりもですねあの、地球と人類に対してだから地球と私たちこの現実に対してすごく、えー、私たちは何を選択するかということをね、本当に強いられているタイミングなんですが強いられているというか私たちがのあり方次第そして選択次第であこんなにも、えー、違う道へと進んでいくっていうことを言われたんですね。で、 今日はですねそういう意味で大きく、えー、分けてねこの緊急会議で話されたのはこの地球は、えーね、今一つ,、えーえーね、つの道が二つの道がある中のその一つの道っていうのはね本当に過激な、えー、想,像は想像の破壊の強烈な形で激変して進化する道というものがこの言ってる人たちもいるわけですね。でえー、そのの人たちに起きていいることっていうのは 非常にカオス要はえこんな苦しい思いをしてこんな嫌なことがあったらとかねこんなひどい撃沈、えー、するようなね出来事を介して目覚めのプロセスを実際に、えー、行くうメンバーですね地球のメンバーがいるとそしてこれは本当に必ずしもその激変で耐えうるか耐え,耐えうるにはもう耐え難き。 出来事というものがこう待っているぐらいにそういう集合意識の中でアクセスして、えー、今ですね選択している方々がたくさんいますよというメッセージが来たんですよちょっとだからそういう意味でね今,さん今,今ねあなたの現実を見てくださいあなた自身が関わっている現実で、あなたに今起きている現実そしてあなたの周りに起きている現実も おそらくですね、二つの道に分かれて進化を選ぼうとしているグループに分かれていっているんですよ。まあ、過激にすっごい勢いで、まあ、対立や、ね、もう本当に戦いや、あまあ、対立、戦い、そして衝撃的な自分の身に降りかかってくる事件。その事件っていうのはね、体の に及ぼされれている事件かもししませんしそして、えー、実際には自分の、ね、パートナーシップや自分自身が本当に信じてこうう歩んできたそのジャンルの仕事っていうエリアであったりとかね経済的な領域もそうですよねあともう大きくね人間関係に大きく揺さぶりがかかってですねこんなにもうまくいってこんなにも、えー、信頼してた人がバタってね 縁を切っていったりとかねそういう中のすごい衝撃的な進化と変化を選んでいるグループがいますで、これこれはどっちがいいとか悪いとかではないんですねその人の魂が選んでいる,るわけですよねでもう一方というのは本当にこのじわじわですけど周波数を上げながら自分自身の内なる平安の中につながって進化を促す自分 の世界を持ちながら外の刺激とかからではなくて自分の内側に、えー、その真実のじ、えー、次元上昇、えー、をする、えーまあ、英知もあるそしてそうやって、えー、自分の中に、えー、平和と調和を生み出して完全に、えー、この無条件の愛と、えー、信頼を自分に置いた中で過激ではないですがじっくりとですね緩やかですけれども進化を遂げ 続けているでここにはねあの本当に極端なこうその集合意識にアクセスしながら、えー、選んでいっている方々もいるわけですね。でその、えー、どっちを選んだらいいのかということを、えー、自分があのに問いかけるというよりは自分自身の内側に、えー、求めているあなたの世界はどんな世界でしょうか 私においてはやはりその、ね、27年前に、ね「レムリアの魔法学校」に出会ってもともとのすごく調和の中に無条件の愛と絶対信頼が自分の宇宙側にあってその自分の小宇宙の中に育まれた周波数がすごいあってその高周波な世界を皆さんと分かち合っていく。 えー、そこに喜びがありそこに本当に愛がありそこに信頼があるというね、えー、この一人一人がその内側につながって自分の,この神聖な天地を結ぶ軸線を整えて常に自分自身の、えーえー、自己愛とともに他者愛や、えーね、本当に地球愛で宇宙愛というねそれが自分の中から湧き上がってくるし外からも同じように穏やかにそれを 受け取っていく、えー、そういった、えーまあ、選択肢っていうのがあるわけですね大きく分けて過激派かあの平和派かっていうねそういう風に見えてでこのミックスしている今ミックスしてると思うんですよミックスしている状況が自分に起きていたらいよいよその方々にね緊急会議でねもうこの冬冬にはいずれかの選択肢をあなたが手にしてそこで、えーまあ、意識が、ね、もう完全に えー、分かれていくんだとイコール完全にその、えー、過激派と、えー、調和派の世界がもう全く違う振動数になりますので、えー、合わなくなったりで完全にもう世界が、えー、全く違う世界が繰り広がれて繰り広げられていくそうですでこれはいいも悪いもないだけで自分の魂がどちらの、えー、振動数を通して進化し 新しい地球に着地していくかっていうところに来ているので、いよいよ皆さんは明らかにもうすでに選択していて、準備ができていて、どちらかに自分を自身を選択することによって振り分けられていきます。これは両方とも実はアセンションに向かっているから、あの、驚かないでほしいんですよね。アセンションへの向かい方で、アセンションした地球で生きるために、その、 そのどのど振動ででいくかかうだだけなんですねだから地球連合の緊急会議はいよいよ人類が準備ができたからその選択の時が来たのでその選択をするための応援が私たちに必要なんだっていう応援しに行こうっていうことをね会議で話されていましたよねだからあの応援を受け取ってくださいで自らがこの2つのね道をねどちらもあの次元上昇した地球に向かうんですよね。だからその完全に その次元上昇した地球に着地して安定するまで続くそうです。ねあの、それぞれの唯一無二のね、体験を、いずれのどちらの方の体験を私は選ぶかということをね、決めるのがこの10月なんですよ。10月はやっぱりそういう意味でバンジーをしなさいって何度も言われるんですよね。バンジーをするるっっていうのはやっぱり未知なる、ね、世界 に飛び込めそしてその未知なる世界というのはあなたの魂が最も望んでいる世界にちゃんといざなっているから恐れではなくて飛び込んだ時に自分が羽,羽が生えてこんなに自由だということに気づいたり飛び込まなければ体験し得ないことが待ってるよって言われてますなので今回ねこの緊急会で話されたあなたはどっちの道を選びますかでどっちの道も 大丈夫なんですすよどっちの日も必ず新ししいい地球に進化していきますだから本当にその体験が、えー、自分の体験をどちらに合わせてい、えーね、くかっていうことが選ばれていくのがこの10月ですよ。はいまあ、私はレムリの魔法学校なので、ね、校舎の方の,、ね、あの調和して絶対的な信頼で無条件の愛でこの、ねえー、奏でられていく世界をやってます。 で皆さんもね、ぜひどちらに行っても大丈夫なんで安心してくださいね。で、そういう流れでね、宇宙連合の緊急会議の核となるポイントを今日は一つね、伝えましたが、宇宙連合の光の評議会は、えー、いかなるね、えー、選択肢をあなたがしたとしても、私たちは、無条件の愛と信頼をあなたに置いています。常に変わることなく、永遠に。 それぐらいね、愛があるんで、宇宙連合とね、これからも繋がってくださいえ。というわけで、穴口恵子のハッピースピリアルライフでした。まだご登録いただいてなかったら登録していただけたらめっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。